じゃあ実践いきます。まず、ここ分かりますかね。この2つに分かれてるんですけど、2つに分かれてるんですが、こっち側ですね、こっち側、皆さんだとこっち側、この手前側ですね。手前側にさっきの、フロートラインをこう入れます。まあここはまあ20センチぐらいですかね。慣れないうちは長めにしてください。20センチぐらいこうやって入れます。はい。でこっちもきっちり留めます。はい、こんな感じです。こんな感じ、こんな感じで、はい、留めます。ここですね。それでこれブラブラさせてください。ブラ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 、はい。でここでこう押さえます。こう親指で押さえます。で今度は、はい、P ですね。 P スプールから来てる P、スプールから来てる P を今度は、こっち側、この奥側の、奥側の溝に P を、はい、P を入れます、はい。ちょっとカメラの向きがあるのでやりにくいですね。はい、こうやって入れました。こっちの溝、手前の溝に、フロートライン。奥の溝に P、 ちょっと細いですけど P 入れました。で、このラインを2つまとめて、親指でこういう感じで押さえます。ここで親指で押さえます。で P をこうやって持っていただいて、でちょっと待ってくださいね。すんげえやりにくいな、カメラの位置が。これあのネオスタイルのボリューム3ではハイビジョンで撮ってますんで非常に綺麗に見えます。今ちょっとうちのただのハンディで撮ってるんで、それでこう P を入れて、このスイッチですね、上のスイッチを押して巻き始めます。20回ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 20回巻いたら今度これを上に向けていただいて、はい、こうやって撮ります。まだくるくる回ってるんですけど、はい、だからぶら下げるんですね。くる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 回さないとラインが、よじれてしまうので、こうやって浮かしてます。はい。で、このに下20回上20回巻いたところで、これで一回ここの結束の部分を掴んで止めます。はい。でこれあと引っこ抜きます。で結束器はこう、もうこれでおしまい。これだけのためなんですね。はい。でこうなると思います。これがP の先端と、フロートラインの先端になります。でこっちが、スプールから来てる P です。はい、じゃあ次のバージョンに移ります。